はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムエコーズでは前回の続きからやっていきましょう。海の祠の内部の探索が終わったので、あとはもうこっちのソフィアの方に上陸すればいいのかな。とりあえずソフィアの方へ行きましょう。まあ、まずは港からだけど、これってさ、いろんなとこ行けるねそうなんだ、そういうもんなんだ。ラムの村まで帰れるじゃん。帰ろうぜ、ここまで。てかめちゃくちゃさ、日にちが経ってるんだけどさ、大丈夫これ53日になってるよ。まあいいや。ソフィアの港に入りましょう。やっと着いたわ。マジ何日かかったんだよ、マジで。はあ、おいでなさったぞ。ようこそ、神官様。聞けばあのダッハを倒し海賊を退治してくれたそうで、いや助かりました。ありがとうございます。ああ、そんなお礼を言われるようなことではありません。私が自分のためにやったことですから。さすが神官様はつつましくていらっしゃる。でも私たちも海賊どもにはほとほと困っていたんです。助けられたことには変わりありません。どうぞお礼をさせてください。いいえ、そんな俺は遠慮なくいただくぜ。親父、酒場はどこだ。はい、こちらでございます。どうぞどうぞ。ちょっと待ってください。セイバー、あの神官様、ありがとうございました。これでうちの人も安心して海に出ることができます。そうですか、それはよかったですね。はい。セリカ様、私もいっぱいお礼言われちゃいました。頑張った甲斐がありましたね。単純だなお前。船の上じゃ酔うとか髪が痛むとか文句ばっかり言ってたじゃないか。何よボーイこそ。さっき女の人にお礼言われてデレデレしてたくせに。はあ、してねえよほら、またセリカ様に笑われちゃったじゃない。いいのよ、二人とも、とても頑張ってくれたもの。それに私初めて知ったわ、誰かを助けられるって嬉しいものなのね。じゃあちょっとこのおっさんに話しかけるか。大商人あれっすよ、当てが外れたよ。話を聞きますか。まあ聞いてやろうか。サンゴのかけらを集めるために、ソフィアの港まで来た。海賊のせいで漁ができずサンゴがない、少し集められたけどあと5つ足りない、依頼人は気難しい男。はんはんはん、頼む、誰でもいい。サンゴのかけらを売ってくれ。ああ渡そう。何個持ってたっけ。お代は弾ませてもらうよ。銀貨10枚ってめっちゃ手に入れたんだけど、まだ足りない。あーこれ1個ずつ渡してんのか。ちょっと待って、今2個渡したってこと。メニューで身支度、ちょっと待ってね、道具袋、これで見ればいいのか。あーあったあったあった。2個渡したからあと2個、1個足んねえじゃん取りに行かないとダメかな。まあとりあえず渡すだけ渡そう。いるかな、まだ取りに行っても。まあちょっととりあえず調べて、魚をパクろう、猫をパクろう。猫はパクれないどの猫もよく似てるわって。そりゃ猫は似てるの多いよね。魚取れない。これは黒真珠。こんなところになんでさ、サッカーボールみたいな感じで怒ってんの他はないかな。上の方とかは
特になさそうだね。ちょっと移動して酒場に行く前に港を出よう。セーバーとかいるのかな。まあいいや。結構日数かかるねこれ。1,2,3,4 5日かかんね、ここに来るのに。まあいいや、ちょっとこの祠の内部に行って、サンゴがあるかな、並び替え。セーバーいるね。あと1個くらいだったら大丈夫でしょう。よし、じゃあ急いで戻りましょう。すげえな、65日とか。何日もあるのこれ。まあちょっといろいろ人がいるけど、まずは桟橋に行って、こいつまだ待ってたのか。おお、もう大丈夫っしょ。5つ集まったぞ。大儲けできそうだ。いや、俺も儲けさせてもらったよ。ありがとうございます。じゃあ、まずちょっと出入り口に行くか。で、カチュア。私はカチュア。姉のパオラと一緒に妹のエストを探しているの。エストは海賊にさらわれてしまって、ここまで追ってきたのだけど、見失ってしまったの。早く助け出して、アカネイヤに帰りたいわ。ん？まあ。あなたが海賊を退治した神官のセリカなの。港中で噂になっているわよ。強いのね。私はパオラ、東のアカネイヤ大陸から来たのね。えセリカ、海賊の砦で女の子を見なかった？そう、見ていないの。きっと違うところに連れて行かれたのね。特に仲間になるとかそういうのではないのか。はあ、まさか海賊退治をする羽目になるとは思いませんでしたよ。セリカ様ってたまにすごく大胆なことしますよね。そういう時やっぱり生まれが違うんだなって思いますよ。俺なんかいつも目の前のことしか見えてないから、この旅でもっといろんなことを考えられるようになりたいです。うん、お前はまずちょっと成長率をなんとかしてもらいたい。調べる。あ、サンゴのかけら落っこってんじゃん。ここにわざわざ取りに行かなくても。あのおっさんさ、こういうの拾えよちゃんと。オレンジ、ここにもニシンがあったね。くそ、だいぶ10日くらい費やしたかな。猫、他はないかな。なさそうだね。じゃあここは移動して酒場に行こう。会話。待って、先に探そう。冷めたスープ。ほんとさ、酒場とかでも勝手にパクるかんねこいつら。シャンデリア、もう古びてるけどとか大きなお世話だ。エール、これは同種。パクリ放題だな本当に。よし、じゃあ話しましょう。おばさん、この間も海賊にさらわれてきた女の子がリースの砦に連れて行かれたよ。酒場にいた傭兵の男が追いかけていったんだけど、あのギース相手に勝てっこないのにね。
なるほど、ギースは強いんだな。ソフィア中の盗賊の頭はギースっていう男なんだ。ダッハも所詮ギースの手下に過ぎないのさ。ギースは砂漠の中にでっかい砦を構えていて、さらわれた人たちはそこに集められているらしいぜ。なるほど。甘いお菓子でも焼いて喜ばせてあげたい。材料が手に入らない。小麦粉、蜂蜜、バター、え、持ってたっけ。クッキーの材料渡しますか。はい。材料が足りないみたいよ。いや、持ってないっす。あれ、別にセーバーはいるわけじゃないのか。もうここはこんなものかな。じゃあ一旦港を出て、でソフィア城に向かっていいの。これもうこっちとかもね行けるからね。ラムの村とか、まあいいや。とりあえずこれはソフィアの門でしょ。ソフィアの門とかって別に行けないよね。ソフィア城に入ってみるか。メイ、はしゃぐなって。遊びに来たんじゃないんだぞ。だって、こんなに立派な建物初めて見たんだもん。ま、確かに。島の漁師のこの俺たちには一生縁のない場所だしな。すごいな。こんなお城で暮らすなんてどんな気分がするんだろう。おい。どうしたんだい、お嬢ちゃん。セーバー、いえ、何でもありません。あんたはあいつらみたいにはしゃいだりしないんだな。え、そんなことはありません。驚いて言葉が出ないだけです。へえ、まあいっか。俺たちもさっさと入ろうぜ。またこの城に足を踏み入れる日が来るなんて。でもアルムに会えるかもしれないんだもの。早く行かなきゃ。あれ、なんか、おお、襲われた。どうした、お嬢ちゃん。運命の子よ。さあ、ドーマ様の元へ。なんだこいつら、ドゼとやらの残党か。おいおい、俺たちは解放軍じゃねえぞ。いや違います。この人たちの狙いは私。とにかくこのままじゃやられちまうぞ。くそ、あのガキどめ、浮かれてさっさと先に行きやがって。お嬢ちゃん。ゲスども、汚い手でこの娘に触るな。なんだ貴様は。お前ごときの問いに答える口を私は持たぬ。命が惜しければ早々に立ち去るな。何を。構わん、力ずくで娘を奪い取れ。あなたは。私の正体は今知るべきことではない。黙って戦え。あいつらに連れ去られたいの。はい。とりあえず謎の騎士が来たな。仮面の騎士パラディ、すごいね。ただ緑か、勝手に敵を倒す系だな。どういう布陣でいくか。こいつ勝手に多分進んでいくからね。エンジェルとか聞くの、聞かなそう。サンダーはいけるか、攻撃するか。よし、これは終わりよ。倒せたな。でこいつ相手にして大丈夫なの。一応大丈夫か。
あ、魔法防御、そうか、こいつは意外に高いんだっけ。あー、しんどいね。一撃必中、めちゃくちゃ経験値もらえんね。あ、そうそう、これ勝手にレベルが上がったな。スキップになってる。環境変えたんだっけ。丸ボタンを押し続けてるとスキップになるんだっけ。なんだっけ、なんかわからん。まあ、とりあえずこい、中にいるね。おびき寄せるか、ちょっと。じゃあこいつ自身はどうする。あ、スキップになっちゃってるな。どこ行ったあいつ。下にいる。これだと動きがわからん。環境を、これだって戦闘アニメでしょ、補助アニメ、 AI のスキップ。あ、これこれでいいのかな。なんかわからん、わからんが、こいつをぶっ倒そう。よし、レベルアップ。おお、1個か。このヒットポイントでいけるでしょう。接近戦を仕掛ければ。おお、6。ただ大丈夫なはずだ。ああ、そうだね、大丈夫だね。痛い。俺が大丈夫じゃない。ただ死ぬ。ま、勝ちは勝ちだ。くそ、ひせ、退却だ。おのれ小娘め、我々は諦めんぞ。超顔色悪いんだけど大丈夫かな。敵は去っていくわ。助かったみたいね。ありがとうございます。あの、あなたは、あら、あのキザな仮面男ならとっくにどっかへ行ったぜ。なんだあいつ、お嬢ちゃんの知り合いか。いえ、誰なのかしら。やれやれ、あの襲ってきた奴らといい、わからないことだらけだな。そうですね、あの人たちは多分土星の手下ではありません。そうだわ、海の上で私を連れ去ろうとしたあの人ときっと同じ。一体誰が何のために私を。くそ、なんだあの仮面の男は。いや、それよりも娘を奪えなかったこと、ジュダ様に何と報告すればよいのか。おい、お前らリゲル軍の者か。なんだ貴様。ま、待て、私は敵じゃない。土星の手下だったのだが、反乱軍に城を追われてな。リゲルに亡命したいのだ。もちろんただでとは言わん。何をしらじらしい、信用できるものか。いいのか。先ほど小娘をさらおうとして失敗しただろう。誰に命じられたのかは知らんが、代わりになる手柄が欲しくないか。いいか、ソフィア城の北西に森がある。その中に村があってな。村があって何なのっていう。じゃあ会話をしていくか。みんなは盛り上がっているけど、俺は不安だな。リゲル帝国はそんなに簡単に勝てる相手じゃないよ。ルドルフ皇帝率いる騎士団も十分強いけど、ドーマ教の司祭ジュダが率いる妖術軍団も侮れないんだ。魔物を呼び出すような奴らとどうやって戦うんだよ。もう解放は普通にされてるね。ソフィア解放軍万歳。アルム様はソフィアを救う英雄だよ。
さすが、マイセン将軍の血を引くお方だな。確かにリエル帝国は強敵だけど、アルム様ならきっとやってくれるさ。こいつはファルコ。神官様、元気かい？何か困ったことがあればいつでも言ってくれよ。遠慮しないでくれ。神官様は俺の恩人だ。あのまま仇も打てずにくたばっていたらと思うとゾッとするぜ。俺は家族の分まであんたにお返ししねえとな。お前さっきどこ行ってたんだよ。どこに消えてたんだ。特にここも何もないかな。じゃあ移動して宝物庫を先に行こう。だいぶあれかな、取り尽くしてあるかな。荷物とか宝箱とか多分こういうのは関係ないと思うからね。ここに落っこってる槍もない。これが武道酒か。武器防具になるものは特にないかな。なさそうだね。じゃあ中央ホールに行きましょう。チーズ好きの貴族。この世の何よりチーズが好きであらゆるチーズを食べている。チーズを持ってきてくれたらお礼をしよう。あ、本当に？アナーキチーズを渡しますか。こんなんでいいの？アナーキチーズ。なんとも粗末だな。硬くてコクが少ない。めちゃくちゃディスってんだけど。庶民の味。蜂蜜を手に入れた。あ、やった。他はない。神官様、ミラの神殿行くのかい？やめといた方がいいんじゃないかね。あの辺はギースの手下の盗賊がうるうるしているし、地盤が緩いんで崖崩れもしょっちゅうは起こるんだ。帰れなくなっちまうよ。女性。確かにドゼーとリゲル軍はいなくなりました。でも相変わらず作物は育たないし、魔物は出るし、ミラ様は一体どうしてしまったのでしょう。神殿に調べに行った人もいたのですが、なぜかみんな戻ってこなかったんです。私たち戦争ばかりしている場合なのかしら。結局戻ってこれなかったのか。この鎧が欲しいよ。この鎧が、これってさ、アルムでさ取らなかったら置いてあったりすんのかね。なんか武器全部アルムが回収しちゃったけど、まあそりゃ回収するよね。だってあるんだもん。他はないね。ちょっと先にじゃあ越見の間に行くか。誰かいんのかな、越見の間に。誰もいない。玉座に座ろっか。レリーフ、ミラ・ドーマ。ここら辺も特に何にもないね。じゃあ階段前に行って。おじい様、マイセンおじい様がどうしてここに？やはり来たか。久しいな、セリカ。おじい様、もう二度とお会いできないかもと思っていました。ああ、お前も随分と美しくなった。しかしゆっくり再会を喜ぶ時間もなさそうだな。お前が島を出たのは何か目的があってのことだろう。はい、おじい様、私はミラ様の神殿へ向かいます。私には今ソフィアで起こっている全てのことの鍵がミラ様にあるように思えてならないのです。敵と戦うばかりがやるべきことではありません。私はミラ様のお考えが知りたい。そしてできることならばみんなをお救いくださるよう、そうお願いするつもりです。そうか、アルムが己の道を進んだようにお前もまた選んだのだな。アルム、そうだわ。おじい様、おじい様がここにいるということはやはり解放軍のリーダーは。それは自分で確かめるといい。この階段を登ってみろ。お前が一番会いたいものが待っているはずだ。
セリカ、もしかしてセリカなの？アデム、よかった。本当にまた会えた。私がラムの村を出てから7年間もずっと会えなかったもの。セリカ、僕もずっと会いたかったんだ。そうだったんだ。すごいな。セリカが海賊退治なんて想像できないよ。退治なんてただの成り行きよ。それよりねえアルミ、リゲル帝国と戦争なんてしないわよね。それは仕方ないよ。攻めてきたのはあいつらの方だ。でも戦う以外の方法で解決できるかもしれないじゃない。簡単に言わないでくれよ。そんなものがあるならみんな命を懸けて戦場に出たりしないさ。そうかしら。ソフィアもリゲルも元は同じバレンシアの人間でしょ。分かり合うことができるはずだわ。それに私にはルドルフ皇帝がそんなに悪い人だとは思えないの。皇帝がどんな人間かなんて関係ない。リゲル帝国がソフィアを侵略しようとしていることは事実なんだよ。僕らはそれを止めるだけだ。だからってどうしてアルムが先頭に立つの？おじい様の孫だからって貴族でも騎士でもないのに、どうしてそんな危険なことをアルムが？セリカまでまるで貴族みたいなことを言うんだな。身分なんて関係ない。僕は選ばれてここにいる。だからやるべきことをやるだけだよ。アルム、それに僕だって好きで戦っているわけじゃない。元はといえばリマ4世がリゲル帝国を怒らせたからだ。この国を滑るべき人たちが義務を果たさないのが悪いんだよ。だからこんなことになっているんじゃないか。それは何よ。じゃあアルムが王様になればいいじゃない。王族がどんなものかも知らないくせに勝手なことばかり言わないで。アルムは英雄になったから次は王様になりたいの？違う。僕はただソフィアを守りたいんだ。それに王家には一人だけ生きている王女様がいるらしいんだ。その王女様が見つかれば僕は喜んで村に帰るよ。そうだ、その時はセリカも一緒に。王女なんていないわ。ソフィア王家は滅んだのよ。セリカ、もういい。アルム、あなたはそうやって戦い続ければいい。私はミラ様の神殿に行くわ。さよなら、アルム。アルムのバカ。セリカ、なんだよ、あんな言い方しなくたって。そういえば聞けなかったな。なんであの時村を出て行ったのか。セリカ、話したいことがたくさんあったのにこんな別れになるなんて。念願の再会を果たしたアルムとセリカ。しかしそれは悲しい物別れに終わってしまう。一方は戦うことで、また一方は神の力によって違う形で共に平和を求める二人。彼らが再び手を取り合う日は来るのであろうか。これで第二章が終わりかな。というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。